名古屋の東山動植物園では今日、子どもたちが環境に配慮した一輪挿し作りを楽しみました。このイベントは子どもたちに環境問題について考えるきっかけを作りたいと、住宅メーカーのオープンハウスが企画しました。今日の体験会では、プラスチックや紙の代わりになると期待される新素材、ダイメックスで一輪挿しを作りました。紙とかよりも壊れにくそう。レッサーパンダを描きました。自分の部屋に飾りたい。